え時々あの宗教の話をしますとですね我々早い時期に早い議論が少し進んだところで出てくるのが「宗教っていうのは何で宗教戦争をやるんですかね?」っていう <laughs> そういう質問が多いんですよね。それはまあそういうふうに疑問に思うのは当然で宗教っていうのは命を考えるわけですよ。生きる死ぬ特に死ぬっていうことを考えるわけですね。死んだらら天国行行くととかかかかないとかですねそれから 悪いことした人は地獄に行くとかそういうことを扱うわけですから当然命を大切にするような感じがするんですよねところが、えー、宗教は戦争がすごく多いんですよしかもその戦争はですね宗教が原因となった戦争っていうのがなければですね戦争は半分ぐらいになったんじゃないかっていう気がするぐらいですね宗教は戦争が多いんですよ そんなに宗教に戦争が多いんだったらもう宗教をやめてしまった方がですね <laughs> 命が大切にみんながするんじゃないかと思うぐらいのことなんですね特にまあ日本のように日本はまあ、えー、ここのところ言ってますから分かるんですけど宗教というものはなくて自然とご先祖様私たちは教えを受けなくていいんですね日本人とは面白いですねえっ、ー、と日本人以外の人は教え もらわななきゃいけないけんですよ殺す人を殺すことはよくないことだといやそんなことを宗教が言ってるかどうか分かりませんけどねえ人を殺すことはよくないことだとかあの人に施しをしなさいとかいうことを教えてもらわないと分かんないところが日本人は感受性が強くてですね自然を見てれば分かるって言うんですよ自然を見てればですね山に雨が降りそれが川になりその川が、えー、魚を育み海に流れ 海がまた魚とかいろんなものを作りそしてその恩恵で水の恩恵で草が生えその草を食べて馬とか牛が育つとかいうですねそういう全体の像をですね日本人は自分で見るんですよね。自分で見てあそううだななとこう思うわけじゃないですかですから、まあ、日本人とは本当に大したもんで学ぶんですよねそそれから祖先もそうですね。 おじいさんおばあさんから話を聞いたり昔の話を聞いたりしてああ祖先は偉いなと思って自分もそれを参考にしなきゃいけないなとそれからあのみんな祖先を尊敬してますからね人間っていうのは祖先を尊敬するお父さんお母さんおじいさんおばあさんを尊敬するってのはこれ自然の心なもんですからだからおじいさんおばあさんは偉かったなー、えー、日本国を守ってくれたなとかそういうふうに思ってですね感謝するわけですよ。 だからおばあさんなんかは特に孫のね世話をしてるおばあさんなんか本当に子供には感謝され孫も本当におばあさんに育てられたお孫さんっていうのはですね大きくなっておばあさんが先にお亡くなりになりますから本当に感謝して涙を流しますよね。そういううういい点ででではは、まあ、日本人っていうの自自自分分然を見て、まあ、自分でこう 先祖様というものに接して、それで尊敬心、神としての敬山心を育てるのでいいんですけどね。だから日本はもう極端に宗教戦争が少ないんですよ。そういう,ふうに言いますとね、鎌倉時代あたりにあの鎌倉宗教ができましたね。鎌倉宗教自身は立派なんですけども、やっぱり宗教ができると宗教の戦争っつのはだいたい鎌倉っていうか室町時代ぐらいから始まって。 まあ戦国時代の終わりぐらいまでやっぱり宗教の戦争というのが始まるんですね。だからそれは、まあ、日本は宗教がすごく少なかったですからね。教えというものがもともと少なかったんで、えー、その戦争が少なかったんですね。じゃあこの宗教の戦争はなぜ起こるのかっていうとですねこれはあもうはっきりしてるわけですね。つまり大脳皮質の欠陥なんですよ。大脳皮質っていうのはですね まあ、生まれてから25歳まで、えー、自分が学んだこと自分の環境周りの人たちその人たちの影響で決まるわけですよその中に普通宗教があるんですね、まあえー、ヨーロッパなんかもちろん中東とか宗教があるわけですよそこでキリスト教イエス様のこととかあムハンマド様のことを学ぶんですね そそうするとそれが大脳必須の方に入るんですよ。大脳必須の方に入らなかったらいいんですけど残念ながら人間は頭脳に血管があってこれ大脳必須に入るんですね我々が夫婦喧嘩したり兄弟喧嘩したりそれから職場でいさかいを起こすのと同じなんですよ同じ原理なんですねあの頭の大脳必須の方に入っちゃうんですよ大脳必須の方に入るとですねそれが正しいと思っちゃうんですよ まあ思わないと人間は生きていけないんで正しいと思うんですね。だから、あの、キリスト教の人は聖書が正しいと思うんですよ。イスラム教の人はコーランが正しいと思うんです。まあ、あの、聖書とコーランとほとんど同じこと書いてあるように思うんですけども、詳細を見ると違うんですよね。そうすると違うと憎らしくなるわけです。例えば仮に言えば、その、イスラム教とは関係ないんですが、まあ、砂漠地帯にイスラム教が ずっと布教したもんですからね砂漠においては女性は男性が保護しないと殺されちゃうんですよね。あの電話したから警察が来てくれるっていうわけじゃないんでパトカーなんか来てくれませんからねやっぱり親族の男が守らないと女性が生きていくことできないもんですからそういういろんな女性のキリスト教から見たら差別のように見えるというのがあるんですね。 それからももちろん宗教の考え方も違う聖地はもちろん両方ともこのユダヤ教出身ですからね神様も同じですからイエルサレムにあるわけでこれもいろいろいざこざがあるそうするとまあ中世の十字軍なんかそれの典型的ですけどねキリスト教の騎士が正義の騎士だって言うんで十字架立ててそれで中東の方に攻めていく、まあ、その時は イスラム教が少しあの勢いが衰えた時だったんで、えー、騎士団がイエルサレムまで行ったり途中の,そのイスタンブールなんかでコンスタンツノーブルって言ったんですけどそういったところをですね略奪する略奪するってはどういうことかって言ったら城の中に入っていって女子とも全部殺すとかレイプするとかしてですね財宝全部取っちゃうわけですから到底宗教とは無縁なんですよだからなんでじゃあそういうことが起こるのかっていうとですね 大脳必須に入ったら、それが自分が考えている宗教が正しい宗教だと思っちゃうんですよ。いやイエス様もマホメット様も自分よりか偉いから、よくマホメット様のことは分かんなくてもやっぱり尊敬しなきゃいけないなんてそんなことは大脳必須は考えないんですよ。しかもシステムができていくんですね。その大脳必須で生じるシステムができていくんです。 まず「聖人」なんていうのができてですね人間だけど聖なる人であるつうのはできてそれからえ今度は「枢奇卿」なんていうのができてですねえーローマ法王の下に枢奇卿というのがいるとまあ枢気卿というのはものすごく権力を持っていて人の命を左右するようなことができるまあしょっちゅう枢奇卿による少年のレイプですね、えー 何色でレフって言うんですかねあんまりもう言いたくないような言葉なんですがそういうのが報じられるわけですよ。まあローマ法王に至っちゃでっかい屋敷に住んでてほんでまあ割合と皆さんローマ法王っていうのは、まあ、体格もよくてですね、まあ、立派な服装してですね偉そうなんですよ。いや僕ね聖書を読みますとねイエス様は決してそういう人がいいって言ってませんよ <laughs> 言ってません。 え邪教だとか言ってますよ言っておられますねだからそれで宗教戦争がもうカソリックとプロテスタントの戦いなんていうのは本当に悲惨なんですねセント・バルテルミの虐殺のがあってですねこれは旧カソリックがプロテスタントを殺したんでしたかね一晩で、えー、女性子供おばあちゃんおじいちゃんらをですね1万4,000人だったかな 全部槍とか刀で突人間ってのは突き刺した瞬間にパッと死んじゃうんだったらいいけどうんうん何,何番かうなってそして死んでいくんですからね本当に残虐なんですよそういうことをしたもちろん火あぶりとか、まあ、そういうのもあってですね宗教なのは人を殺すにも残虐な方法を考えるんですよねだから宗教は命というものを考え 命を大切にするんだけども宗教の戦争っていうのは現在でもまあ謹慎が憎らしいっていうんですかねキリスト教とイスラム教は近親の関係にありますからねから特にやっぱり教えなんかが少しダブったりしますのでお前違うんじゃないかと言ったりしますねイスラム教の中でもシーア派とか シーア派とスンニ派もですねシーア派がどちらかというと原理的なイスラム教を信じるスンニ派とはややこう世俗的っていいますかね現実問題をやるということで、まあ、それほど差がないんですけどそれでもやっぱり戦争はイスラムの圏内ではしょっちゅうやってるわけですねですからイスラム圏内でのスンニ派とシーア派の戦いっていうのは本当にこう1300年から1400年続きました。 もちろんカソリックとそれからプロテスタントの戦いもやはり1000年ぐらい続いているそれがしかもキリスト教とイスラム教の間でも戦争があるということでですねやっぱり宗教は人間の大脳皮質に入るので <laughs> 宗教ではなくなるということなんですね大脳皮質というのはいかに我々に不幸をもたらしているかと。 いうことの参考にしていただければと思います。